ちょこんにちは。はい、おめでとうございます。はい、なんかまた出ましたっていう感じがしますね。また出たな。ちょっと、まあ、このところピッチャーのまあそうだな。記録がなんかこうすごく達成されるというか、はい、まあソフトバンクの東浜尚、のヒットノーラン達成ということで、はい、まあおめでとう動画なんですが、はい、おめでとうございますですね。この前ね、ちょっと前に大野が中日のね完全試合を9回まで完全というね、はい、やってたんだけども、うん、今日も見てたら途中までノーヒットだなっていうのは感じてたんだけど、はい、まさかやるとは思ってなかったの。うん、それはなんかね、東浜がひょうひょうと投げてるんだよね。もう淡々と淡々と投げてるし、うん、5回までに49球という省エネでいってんだよね。はい、まあ、トータルでも97球。そうなんだよ。はい、いやそれでなんて言うんだろう、若いバッターに対しては、うん、インサイドを意識さすんだよね。でそのボールを最初西武打線若手は特に打ちに行くんだよ、はい、でフォアボール2つ出してるんだけども、うん、山川と中村に、はい、だからここは2対0というスコアで、うん、ホームランをすごく意識して、うん、投球してた。それがフォアボールになったのかなっていうような感じでね、はい、本当に油揚げがないんだよ、はい、油揚げがあったのがボテボテのサードゴロが飛んだ時に、うん、サードがリチャードだったんだよね、はい、あれこれ悩んだになるぞっていうふうに思ったんだけど、うん、それをうまく処理してアウトにしたという、はい、これはもうそれは何回ですか。まだね56回だったから、はい、そんなに意識はしてなかったとは思うけど、はい、でもこれが8回9回だったらちょっとしびれてただろうね。もうガチガチになってたかもしれないですね。で、うん、まあ史上84人目、はい、パ・リーグでは31人目の快挙ということなんだけども、はい、同じチームでは千賀が3年前に達成してるんだよね、うん、その時は千賀は毎回奪三振で、うん、もうバッターを圧倒していくような投球だったんだけども、東浜は6個の三振しか取ってなくて、ね、はい、ね、で2つのフォアボールということ、うん、でまあとにかくね自在だったね、うん、この間の佐々木朗希投手が完全試合やった時も、うん、もう圧倒するような三振の数で、うん、っていうところだったのが今回はそういった感じではなかった。佐々木朗希とか、うん、大野とかは圧倒していったバッターを、で東浜を今日見てるとね、うん、なんていうの、ストーリーを感じるんだよ。なるほど。まあ、例えばさっきも言ったけど若いバッターにはインサイドを意識させながら打ち取っていくんだよね。うんうん、それが後半になって、うん、外のスライダーだとかカットボールを使ってタイミングをずらしていくわけよ、うん、でも前半に若手にはこうインサイドの高めを使ってたから、うん、それがやっぱ力が抜けて触れないんだよね、踏み込めないんだよ。というとまあ、前回の佐々木朗希投手とか大野投手と比べてっていうところはやっぱり甲斐選手のリードとかっていうところもかなり大きかったですか。で東浜の会見で言ってたけども、はい、毎回、うん、次の先頭打者をどういうふうに入っていくかっていうのをやっぱこう話し合って決めてるんだって。だから会の、うん、リードも、うん、やっぱすごく良かった。褒めたたえてたけどね。やっぱりそういうところが、うん、豊さんの感じるこうストーリーだったりとかっていうところなんですかね、うん、だからなんていうの、ホームランバッターに対してはインサイドを意識させながら、うん、外のボール球になるような、うん、ストライクからボールになるようなスライダーだとかカットボールで打ち取っていくんだよ、うん、だからなんかね、ものすごくストーリーを感じる、うん、で代打の高木っていうのが出てきたんだけど、はい、うん、全部進化。これね、打つボールがないぐらいのコントロールしてた。だから確かにね、まっすぐの比率というものはすごく少なかった、はい、でも時折まっすぐがビュッと投げるとさ、うん、やっぱ150キロとか継続するんだよね、うん、だけど途中で投げるのは144、5キロ、だからまっすぐでもちょっと緩急があるというかさ、でスライダーでも2種類あって、少し大きく曲がるスライダーとちょっとしか曲がらないカットボールみたいなのがあったりだとか、やっぱシンカーも速いシンカーと遅いシンカーを使い分ける。だからもう本当に見てて自在だったね。で投球前に、大谷翔平の同僚であるピッチャーがノーヒットノーランやったんだよ。それを見てたらしい。でやっぱりイメージっていうのは大切なんだろうね。まあそうですかね。それがねあるそうそうで、このぐらいのピッチングしろよってみんなに言われたらしいんだよ。それをまさに実現したというね。すごいかっこいい。だから人間ってさ、やっぱりイメージトレーニングってあるじゃない、はい、だからそういうイメージが湧いてたのかもわからないよね。で本人曰く7回ぐらいから雰囲気が変わってきたっていうんだよね。でどういう雰囲気かって聞かれると、はい、なんか場内の拍手もなんか少し大きくなったかなとか、まあそれはみんな期待するよね。そうですよね、で他にもやってるから、記録づいてるからね、あ今ノーヒットノーランが見えるんじゃないのっていうことで、拍手も大きくなったと思うんだけども、はい、まあその中でチームメイトがいつも話しかけてくるらしいんだよ、マウンドに上がる前とか、はい、まあよく俺らもやったんだけど頑張れよとか、ね、先頭大事に行こうなとか全く声をかけなかったらしいんだ。あれちょっと周りが意識してるなっていうようなすごく冷静に分析してるんだよね。で9回に上がる時だけ意識したっていう。でやっぱ最後は三振を取りたかったと。はいで、回のサインに首を2度振るんだよね、はい、で投げた球がインサイドのまっすぐ、危なかったけどね、セカンドの前に、はい、自分のところに飛んできて多分グラブに当たったと思うんだけど、はい、取れなくてドキッとしたでしょうね。いやーもうガエーッと思ったでもパッと見た時に三森がすぐ後ろにいたんで、あこれ処理してくれってもう祈ったらしいけど、まあまあ金子というね、足の速いバッターランナーだったけども、まあ余裕を持って刺すことができたという、やっぱ最後に欲をかいたね。だから危なかったけどやっぱ勝負事ってさ、やっぱこう東山最後は欲みたいな三振で決めたい、やっぱかっこよく終わりたいじゃない。まあそうですよね、それで多分甲斐のサインに首振ったと思うんだよ。その時の甲斐選手の気持ちは やめとけって思ったかな。いやでもこれは気持ちよく投げさそうとは思ったと思うよ。なるほど。だからすんなりサインも2度振ったけどスッと決まったから、だからまあそこら辺でもやっぱ長年組んでるだけあって、まあお互いの信頼関係もありスッとサインは決まったんだと思うけども、はい、その欲が、ね、大記録を逃す可能性があったということだよね。まあでもまあいつも思うんですけど、豊さんもまあ野手出身っていうこともあって、必ずやっぱこうもちろんピッチャーの記録ということでフィーチャーされるんですけど、必ず。こうやっぱり周りを守ってる人、もちろんリードしてるキャッチャーもそうですけど、っていうのはすごく大きな貢献度というかっていうふうに感じるんですけど、まあそりゃそうだよね、はい、まあまあでもなんで持ちつ持たれつというかね、はい、まあピッチャーは打ってくれなきゃ勝てないし、ね、序盤に2点取ってくれたりだからエンジンがかかったっていうんだよね、東山も。だからまあそういうことでもやっぱり野手にも感謝してるし、でやっぱりしっかりこう守っててくれるっていうね、東山も言ってたけども、まあ甲斐にもそうだし、野手にも感謝の意を述べてたけどね、だからまあそういう信頼関係でやっぱこういうノーヒットノーランというのは達成ができるというね、まあその中で打者は今宮と柳田、まあ昔から一緒に戦ってるメンバーたちが2点を取ってくれたという、まあそういう試合だったけどさ、まあでもなんかやっぱ見てる方も緊張するね。はい、そうですね。見てる方も緊張する。そしてね、豊さんなんてその守ってた側の心理なんかも分かってるし、余計にこう緊張感が増すというかですよね。そう。で、俺もコーチの時に前健と山井にノーヒットノーランを食らったんだけど、まあヘッドコーチの時にね。で、辻監督の談話。全く糸口が見つからなかったと。やっぱりそのぐらいやっぱ変化球はものすごく動いてるし、変化球同じ球種の中でも緩急があったし、でまっすぐでもそうだよね。だから本当に今日の出来は最高だったと思うの。で東山って沖縄出身の選手でね、来週凱旋登板をするらしい。だけど前回沖縄で投げた時には自身ワーストの6四球で炎上したらしいから、はい、まあなんかいいお土産を持って沖縄に入れるっていうようなね、そうですね、ことでよかったなっていうふうに思うよね。にしてもこうね、最近こういう動画もすることもありますし、まあそうだね、ノーヒットノーラン完全試合多くないですかね。いや多いよ。なんですかね、多いけど、あのね、最近のね傾向としたら、ホームランでこう決まる試合って結構多いんだよね。はい、それはねちょっと煽り打ち、まあアッパースイングにみんながなってるということで、はい、やっぱ東山とか縦の変化も使えるし、幅を使って投球もできるし、ストライクゾーンのね、だからそういうバッティングが変わってきたことによって、はい、また生き返るピッチャーだよね。やっぱ全体的に近年あれですかね、例えば以前昔に比べるとピッチャーの投げる球種が増えてたり、その球種もこう例えば一つの球種でも先ほども言ったように微妙な変化があって違うものになったりとか、そういうのっていうのは以前よりは多彩になってる気もします。そうだね。で、そういうのとだからピッチャーの全体の技術向上というか、そういった意味ではやっぱ配球も変わってきたりっていうことで、こういう記録出やすかったりするんですかね。そうだね。だからすごくパワーピッチャーも増えたし、ただ東浜とかさ、やっぱこう横の変化、もう縦の変化も使えるということで、打者によって使い分けができるようになったよね。だからこういうピッチャーは苦手なバッターが来れば、今回は縦の変化を使ってみようとか、今回は横の変化を使ってみようとか、自在にできるようになってきてるよね。だからそれがはまってくるようになってる。打者とすると結構大変なことは、だから邪魔になるボールが増えてるっていうことだよね。だから言うように球種も増えてるし、小さい変化だけども、まあ昔はねカットボールがこう全盛の頃って、左バッターが苦しんで、右バッターが首位打者を取るケースがあったんだけども、やっぱり進化っていうのが増えてきてるから、それがやっぱり左バッターに対しても右バッターに対しても有効なボールになってることは確かに、だけどもうなんかザ・ピッチングっていうのをね、今日は見たような気がした。もうお見事でした。なるほど、素晴らしい記録がまた生まれました。そうだね。はい。来週凱旋登板で沖縄、ね、地元に帰る、ね、立派な勇姿をまた見せてほしいと思います。そうですね。はい、楽しみです。はい。